YouTube に機材すら使わない簡単なビデオを投稿するだけで月額36万円の不労所得収入を獲得することは本当に可能なのか。はい、可能です。まずは証拠をお見せしましょう。こちらをご覧ください。このように私は270万回再生させて70万以上の広告費を手に入れました。これにかかったのは YouTube にビデオを投稿して収益化のタグを押しアップロードをするだけです。40分くらいの作業でほったらかしにしているだけでこれだけの収益を獲得することができました。さらに私はある細工を凝らすことで後ろから1000万円以上のお給料を手にしています。ビデオを作ることに多くの人は抵抗を抱いていますが、56秒ほどの赤ちゃんのビデオをアップロードするだけで5億以上の再生回数を獲得し1200万近くの広告収入を手に入れてしまったり、飼い猫のビデオをアップし続けるだけで2億2000万の再生回数を獲得している事例がありますので、そんなに難しく考える必要はありません。さらに顔出しをしないだけではなく、撮影機材やソフトがなくてもビデオを作り月額数十万の不労所得収入を手に入れる方法があります。実際に私の会員さんはこの方法を使ったことによって非常に大きな収益を手にしました。頭も筋肉になっちゃってたんですよね。脳みそが全部ここに行ってた。近代ゴリラだとかインターネットビジネスしかない。この指一本のトップを目指して勝負だと。もう会社来なくていいよ。他の情報商材何もいらないよ。1日5分動画アップするだけ。2週間ぐらいで入力するだけなので年収2400万。週に4時間だけアホでもできますよね。みんなの中高年の推しになるためにも。会員さんの中にはこの知識を使って映像制作を受注したり YouTube コンサルタントとして活躍しすぐに年収1000万円になった人たちもいます。たったの2週間で24万円の売り上げを僕手に入れることができたんですよ。で、この実績をもとに30万円と、まあ、90万円ぐらいまであるんですけど、32人の契約っていうのが取れて1000万以上の売り上げっていうのをたった3ヶ月で上げることができたんですよ。出版社とあとスタンフォード大学の教授からも YouTube のマーケティングコンサルの依頼を受けれるようになりました。サラリーマン時代だったらもうペコペコしないといけない相手だったんですけれども、今では先生と呼ばれて YouTube について教える立場になりました。なのでYouTube 映像のスキルを知ってるだけでここまで高い立場に自分がいけれるんだなっていうのを本当に実感することができました。終身雇用という神話が崩壊し、少子化問題、自殺問題、年金問題を抱える今の日本で死ぬまで豊かな生活を獲得するためには従来のアプローチとは違う方法が必要であると私は考えました。軍資金がなくても人脈がなくても学歴がなくても国にも会社にも依存をせずにお金持ちになる道が必要だと考えたのです。そのための道は今 YouTube を使うことによって最も早く最も簡単に安定した収益を長期的に作り出すことができます。なぜ指一本でしかタイピングすることができなかったおじいちゃんがすぐにインターネット上で月額36万円の収益を手に入れたのか。2時間の労働で12万円の収益を出してしまったその全貌とは何なのか。年収1000万のコンサルタントになった具体的な方法とは何か。250万回再生させて70万円手に入れた方法は何なのか。さらに後ろで1000万円稼いだメカニズムは一体何なのか。なぜゴミ拾いをしていて銀体ゴリラと呼ばれていたおじいちゃんが週に4時間働くだけで年収2400万円を達成してしまったのか。そしてなぜあなたがこれから顔出しなし機材すら使わずに月額36万円の不労所得収入を手にすることができるのか。この全てをこれから解説していきたいと思います。その答えが知りたい方は今すぐに下記の登録フォームにあなたのメールアドレスを入力し送信をクリックしてください。すぐにこれらの秘密を解説した1本目のビデオをお送りしようと思います。そしてさらに嬉しいお知らせがあります。もし今あなたがメールアドレスを登録してくれればビデオと資料を6つ以上数日間にわたってプレゼントしていこうと思います。オンラインビデオ以上に富豪になりやすいものは存在しない。月額36万円レポート、 YouTube トラフィックチートシート、ハンモック YouTuber という新しい生き方、初めての YouTube ビデオを使ってアップする方法、収益ビデオの作り方、
これらは通常であれば 12,700円で販売する予定でしたが、これらのすべてを完全に無料でプレゼントします。これらのビデオをお送りしますので、下の登録フォームにあなたのメールアドレスを入力し、送信ボタンをクリックしてください。すぐに1本目のビデオが見れるようになっています。それではまた次のビデオでお会いしましょう。
会長、 YouTube 市場が現在がら空きです。黙れ、わしはサラリーマン先生で頑張るのだ。サービス産業万歳。ですが隊長、今一つのビデオをアップしただけで YouTube で67万円の収益を稼ぎ出しています。隊長のボーナスを超えています。なわけあるか、このクズが。本当です、これを見てください。ほらー、67万円じゃなくて6700ドルだけどね。YouTube のメリット1、 Google AdSense と提携しているのでビデオをアップロードするだけで自動的にお金を稼げる。海外では YouTube を使って2億円、5億円、7億円、12億円といった広告収入を稼ぐ YouTuber という職業が流行り出している。2012年夏、ある一つの動画が YouTube にアップされた。2時間で肉体関係を了承させる方法。このハレンチな動画を作って放置をしていたところ、とんでもない事態が。中学生の俺に勧めるなよ。僕なんか小学生なのに、あなたへのおすすめって出てきたぞ。なんと広くあまねくユーザーにルフ。そしてその結果、全期間の再生回数278万1252回、お金も入りました。6720ドルの収益、約67万円です。実際はこのアクセスを利用して後ろから1000万円以上稼いでいます。 YouTube のメリット2、集めたアクセスから自由に他のサイトに飛ばすことができるので、工夫をするとさらに1000万円以上稼ぐことができる。このアクセスを獲得するのに必要だったコストは0円です。ただビデオをアップロードしただけで手に入れることができました。そして万単位のアクセスを手に入れたら、そのアクセスから月額36万円の不労所得収入を獲得する方法があります。この54ページにわたる YouTube でお金を稼ぐレポートの詳細を知りたい方は、説明文のリンクをクリックしてダウンロードをしてください。今 YouTube で稼ぐのは簡単です。なぜなら YouTube を見たと聞いた時に10人に7人が YouTube を見たと答えます。ですが YouTube に動画をアップロードしたということを聞くと、100人に1人しか動画をアップロードする人がいない状態だからです。隊長、 YouTube 市場が現在がら空きです。そして YouTube で稼ぐ方法はこちらから無料で配られているとの報告をいただいています。月額36万円レポート、ある方式に従って YouTube に動画を投稿してください。顔出しなし、ビデオ機材不要、編集スキルなしで1日数万のトラフィックを集め、最終的には月額36万円の不労所得収入を手に入れさせてみせます。そして私が YouTube アクセスから1000万以上のお金を稼いだ戦略を記したレポートをプレゼントします。今すぐにレポートをダッシュじゃー。